内子町は、愛媛県の南洋地方に位置する町。ハゼの流通で財を成した商家が立ち並ぶ町並み、保存を手かかりに、白壁と木老の町づくりを進めてきた。今日では、町並みから村並みへ、エコロジータウン内子をキャッチフレーズとし、農村景観保全や、農産物の直売、農村民泊、グリーンツーリズムなどの、交流人口の受け入れ、 第一次産業の活性化などの取り組みで、全国的にも知られている。愛媛県のほぼ中央、県庁所在地である、松山市から約40キロメートル南西に位置する。平地は、小田川に沿って開けており、旧、内湖から、上流は谷合に収録が点在している。山地下線古くから、大須街道の交通の要衝として、また、四国変路の通過地として栄えた町である。 江戸時代から明治時代にかけ和紙と木牢の生産で栄え特に木牢は品質の高さで海外でも評価されるほど名を馳せ最盛期には全国生産の約30%を占めた大正時代以降は石油や電気の普及によって木牢生産は追尾したが当時の繁栄ぶりをうかがわせる消火群の街並みを8日市道路に沿って見ることができる この歴史的な町並みは、1982年に、国の重要伝統的建造物群保存地区として、選定されている。町長役場内子交番内子郵便局海外、国内内子町商工会 JA 愛媛大器、内子市所農業典型的な中山間地で、農林業が主たる産業である。経営者地をうまく活用して、果樹生産が行われ、 観光果樹園としての活路が開かれていた。林業工業、第二次産業としては建設業関係が主体である。一方、北部には、真空ベローズで有名な入江高圏内子工場がある。観光業半世紀には、木狼、和紙等の生産で栄え、白壁の街並みが残っている。このため、これらを生かした、観光産業や、グリーンツーリズムの取り組みが進んでいる。 愛媛県立内子高等学校内子児童館内子駅内子パーキングエリア中心となる駅内子駅鉄道路線路線バス国道56号には定期バス路線があり大洲市方面と伊予市方面とを結んでいる町内では過去国鉄等が運行していたバス路線がかなり存在したがこれらを引き継ぐ形で町営バスを運行し 合併によって、中山町などの町営バスも運行を継承している。また、2006年12月には、伊予鉄南予バスの内子石畳の宿が廃止され、町営バスが新たに運行される。高速バス以下の高速バス路線が内子町内に停車する。詳しくは、各運行事業者の公式サイト等を参照のこと。内子地区の路地高速道路。 国道県道町道交渉寺湯気神社、湯気池にかかる、屋根付け橋の太鼓橋や機内と暮らし博物館、妖怪地五国地草さ祭り。ありがとうございます。